オクワキリノン良い形で締めくくれた2023年、2024年、新たに良いスタートが切れる年となるように頑張ります。こんにちは、奥脇リノンです。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。昨年は、たくさんの応援、サポートありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。今回は、日本リーグと台湾遠征についてお話しします。写真5点。 オクワキリノンプロアットテニス日本リーグアンドルー・イエンスンさんと第38回テニス日本リーグのファーストステージは全てダブルスに出場しました。1回戦からタフな試合が続きましたが、最初の試合で同じチームの先輩方がとても良い流れを作ってくださり、それが刺激になりファイナルセット10ポイント対ブレイクの末に勝利することができました。ファーストステージでは、 いつもとは違った緊張感で気持ちを高めるのに少し時間がかかりましたが、パートナーの大前明子選手に引っ張っていただき、なんとか自分の普段のプレーを取り戻すことができました。2試合目も同じような展開で出だしがなかなかうまくいかず、リターンミス、ボレーミスと続いてしまいましたが、なんとかセカンドセットから立て直し、ファイナルセットに持ち込み勝利することができました。この2試合を通し、 試合の立ち上がりをもっと集中することが大切であると感じました。また、緊張した場面で自分の普段のプレーをしっかり出すためには今まで以上の練習量が必要だと感じました。3試合目は自分の普段のプレーを出だしから発揮し勝利することができ、最後の最後でとても良いフィーリングをつかむことができました。最終的に良い雰囲気の中、 チームも私自身のダブルスも全勝することができました。これもすべてチームの皆様のおかげです。チームの先輩方が緊張感ある試合の中でも勝利につなげる姿、走り回って頑張る姿、応援を試合チームを盛り上げる姿を見せていただき、とても良い刺激を受けました。また、今回のリーグ戦は、何よりスポンサー様への日頃の感謝をこの試合で恩返しをしたいという思いで挑みました。 このような緊張した場面でチームに貢献できたことはとても嬉しく思います。これもチームの皆様、応援してくださった方々、サポートメンバーの皆様のおかげです。この経験を生かしこれからセカンドステージや ITF の試合に向けて準備し頑張ります。次に台湾遠征についてです。台湾遠征はありがたいことに橋本創業様のサポートにより参加することができました。 台北に3日間行き、第南に3日間行きました。6日間とも台湾の元プロテニスプレイヤーのルー・エン・スンさんに教えていただきました。1日6時間といつもより長い時間テニスをすることができ、とても嬉しかったです。アドバイスが一つ一つ的確でわかりやすく、ウォームアップやフットワークなど私の苦手なことが多くありましたが、どれもきつい中にも学びのある練習になりました。ルーーチは、 今でも中国のトップ選手、ジャン・ジジェン、世界ランク54位のコーチで、もともとは世界ランキング33位にもなっています。トップ選手の意見をいろいろ伝えてくださったり、今後の自分に役に立つことをたくさん教えてくださったりと、貴重なアドバイスと経験をたくさんさせていただきました。テニスをより楽しく感じることができ、本当にとても良い時間を過ごすことができたことに改めてルーコーチをはじめとする。 コーチ、スタッフ、レンディーアカデミーの方々、そして橋本創業様に感謝の気持ちでいっぱいです。また、ぜひ行きたいと思います。素敵な出会いに感謝を。最後にプライベートでは昨年同様に、クリスマス、19歳の誕生日、年越しを海外、チュニジア、で過ごしました。誕生日はチュニジアで試合に出場している日本人選手の方々に祝っていただきました。また、 たくさんの方々からお祝いのコメントもいただき幸せな誕生日になりました。心から感謝です。2024年、新たに良いスタートが切れる年となるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いいたします。